正宗。正宗。正宗。聖没年不詳は、鎌倉時代末期から南北長時代初期に相模国鎌倉で活動した闘魂。五郎入道。正宗。岡崎忠史岡崎五郎入道とも称され、日本刀剣史上最も著名な闘魂の一人、おもちゃの刀に、名刀。正宗と刻印されるほどである。総集伝と称される作風を確立し、 多くの弟子を育成した。正宗の人物及びその作った刀については、様々な逸話や伝説が残され、講談などでも取り上げられている。正宗の名は、日本刀の代名詞ともなっており、その作風は、後世の投稿に、多大な影響を与えた。鎌倉時代末期に、総集伝と呼ばれる作風を確立した投稿。日本刀剣士では、山城国、山戸国、備前国、 美濃国、相模国の五カ国の刀剣に特徴的な作風をそれぞれ山城伝、大和伝、備前伝、美濃伝、総集伝と称し、これらを総称して五家伝という。正宗はこのうちの総集伝の代表的刀工である。武士の町であった鎌倉には、早い時代から刀鍛冶が存在したと思われるが、その正確な起源は明らかでない。 鎌倉幕府第五大執権、北条時よりは、山城、京、から淡田口国綱や備前から、備前三郎、国宗、一文字助座ネラを召して担当させたと言われているが、総集単野の実質的な層とされているのは、鎌倉時代末期に活動し、正宗の使とされている、神道五国光である。正宗の名の書室は、昭和5年。 1316年に書かれた日本最古の刀剣鑑定書である、名人、王英三十年、1423年の写本に、相模丹也系図に、神道後国光で死として記載されている。すなわち、相模国丹也の神道後国光を継ぐ国重、国広、雪光、正宗で、鎌倉丹也の国光で死が正宗にあたる。次に往来仏の、桂川地蔵記。 欧二23年10十月14十日上に、天国、東高以降、鎌倉神道後、彦志郎、五郎入道、黒次郎、と掲載されている。正宗の出自については、竹谷治安本、天正7年、1579年に雪光のこと、記載している。また、雪光の弟でのに養子となったとする説もあり、国光のことする説もある。 正宗の弟子とされるものに、正宗重鉄と呼ばれるものがあるが、作刀年代が重ならず、後世の作り話でありして関係はない。正宗の作刀には、無名のものが多く、罪名確実なものが少ないことから、明治時代には、正宗の実在そのものを疑問とする、いわゆる、正宗抹殺論、口実が唱えられている。マ宗の詩国光の作品には、 鎌倉十人神道後、国光作営人元年10月3日、名の担当が現存し、国光が営人元年1293年に活動していたことと、鎌倉二重した単野であることが明らかである。一方、正宗の現存健全党には、制作年を明記した者は皆無だが、大阪落城の際に焼け、後に再破された火力3年8月総集1 正宗名の担当、名物大阪町名、正宗が現存する。また、相模国鎌倉住人、正宗正和3年11月日という名のある、担当、名物江戸町名、正宗が、かつて存在したことが、京宝名物町などの記録に残っている、火力3年は1328年、昭和3年は1314年。現存作闘の時代間からも、 正宗の活動時期を、鎌倉時代末期から南北朝時代13世紀末から14世紀初と見ることは研究者の間で異論がないが、彼の正確な生没年は不明である。過去朝には、昭和郎入道、正宗母子年1288年正月11日、光明神流日賢こと吹80歳の記録がある。また、 史実とはみなされていないが、古藤名人大前には、文英元年、1264年、後英2年、1343年、と記されている。正宗の生涯や人物像については、後世の講談、芝居などで様々に脚色され、半ば伝説化されている。例えば、八ギ説の、五郎、正宗隆子でには、父なし子の正宗が生き別れた父。 雪光と涙の会を果たす物語が、まことしやかに語られているが、この種の物語はほとんど後世の家宅であると考えられている。正宗の作品で現存するものは、刀と担当とがある。現存する刀のほとんどは、元来長寸の太刀を、大磨くえを擦り上げ、実践上の理由から太刀を切り縮めて仕立て直したもの、としたものである。刀の大は、細身のものと、 幅広く豪奏でき先のやや伸びたものがあり、後者は南北朝時代に入っての作刀と見られている。担当は姿、寸法とも尋常で、無ぞりか内反りのものが多く、若干の反りのあるものも一部に見られる。ただし、包丁、正宗の通称がある三口の担当は、例外的に幅広の異様な作り込みで、波紋や磁場の働きをよりよく表現するためにあえてこの形にしたのでは、 ないかと言われている。他に、西部系、ウブナカゴの子立ち、八王二尺未満の太刀で、マサムネ作と極められているものが存在る。マサムネの作風の特色として研究者が挙げている、要素は、である。見栄とは、波紋や地鉄を構成する肉眼で見分けられる大粒の金属粒子であり、働きとは、刀身の地鉄や波紋に見える、様々な模様や変化である。 正宗の時代は、仏上僧然たる世相、二度にわたる原稿の襲来、鎌倉幕府の終焉等々、原稿の第三あだ、第三波襲来、第四あだ、第四波襲来であった。正宗は、猛虎の甲冑、革製鎧に対し作られ、そり浅く、身幅広く、重ね薄く、断面の厚みが薄いという意味、しのぎ高く、高幅、狭く、平らにくなく、 派通りを良くするため、先、身幅は細らず、切っ先伸び、ふくらかれ、という作りがなされている。この作り込み、平ら肉の内は一橋途絶えるが、後世の室町幕府終焉に現れた孫六、剣元が復活している。この時代の立ちは、武器として作られ所有者の竹に合わせられた。武器に命を切るのは、 朝廷の演技式の起手であるから元来は罪名であったという説もあるが、正宗に限らず、同時代の総集単野の作品には無名のものが多く、幕府の妖名による作刀には名を打たなかったとする説もある。波紋は、ワンレ、たれ、互いの目、具の目などと称される乱れ人で、煮え勝ちであるところが見どころの一つ。湯走り、砂流し、砂菓子などと称する働きが、 沢野も特色である。担当は入念作が多く、担当は上位健常品、上位健常品には名を入れないのが当時の習慣であり、西部系、うぶな籠で無名の作が多い。修作期の担当は、神道五国光そのままの古似え出来の細じか人を焼いて困る帽子になっており、無名であったならば、神道五国光や淡田口義満に見間違えてしまうが、 総集伝完成期、当時の名刀、古備前者、古宝器者は、中央に集結しており、正宗は、神道五国光だけではなく、上位から爆心までの多くのものを実際に手に取って、分析したと推定されるの波長25メートル、正宗の担当の最長作の中時下人、時下人はごまかしが効かないの担当には、正宗と推定される作がある。正宗の神髄は、 逃えのみをうと言われているが、単なる、逃えで来は、浸透以降でもできる技である。金筋、文字通り筋状に複数現れている金線、イコール筋金、筋金入りの古言、稲妻、平地に現れている長い地形が、刃の中へ入り込んだ光の強い絵筋状にした、金筋、はじみ、炭素量の関係で歯が光らなくなることがなく、透明感のある写りを焼いた、洋変のみを見。 千篇万化の働きを自然に表すは中古陶器における、総集伝の最も得意とする領域であり、正宗の特徴でもある。正宗の重要な特色とされる茎、中子は、総集伝完成期以降の作においてはよく見られる、船形形であり、広大の広光、秋広のような、船形形詰まったとは異なり、茎まで、北へ。 超鉄の不純物を取り除くという意味であるので、べっとりと凹凸が激しいサビではなくサビ味は良好である。茎尻は、中作機の担当二節で振り袖系、文字通り着物の振り袖の形から来ていると呼ばれるのが一口と、衛星文庫像の包丁、正宗、国宝に見られるような栗形と、徳川美術館像の包丁、正宗、国宝並びに、オ府。フ。 法人像の包丁、正宗、国宝の剣形の3種類の茎尻があり、このように、正宗の茎尻は、剣形だけではないことが知られている。彫り物は、神道五国光の三男である大神坊有敬が彫っており、密教の盆地、祖剣、爪、郷マ橋、不動明王などを本尊として、息祭や子孫繁栄などを祈願する駒を炊くときに使用する。 次の太しで作った大津の場所が題材である。なお、仏像が彫られたものはない。正宗の作に名が入っているものは稀で、大部分は無名、または、後世の金像岩名が入ったものである。本阿弥家など、後世の鑑定家が、無名の刀剣に金像岩で刀工名を入れることがある。現存するアリメ作は担当に数口、長物、太刀、刀で、 昇進作とみなしうるのは、木下正宗、重要美術品と合する一振りのみである。制作年を明記した現存の健全作は皆無であるが、前述の通り、京方名物町の消失の部には、江戸町名、正宗、大阪町名、正宗という年入りの担当が存在したことが記されている。江戸町名、正宗の名は、相模国鎌倉住人。 正サ正ネ・三年十一月ピ、大阪町名。正サの名は、火略三年八月総集1正マで、それぞれ千三百十四年、千三百二十八年に当たる。校舎は、越前安次によって再破されたものが、徳川美術家に現存する。重要文化財指定品では、担当の、不動、正サが罪名であり、他に、京極正州、担当、 大黒正宗担当、徳川美術館所蔵の担当などが罪名作として知られている。名は、大黒正宗が、正宗作三次名である他は、正宗二次名である。太刀では前述の、木下忠史集は、正宗罪名の作であるが、刀身の神藩に火をかぶったためか、磁場に製材を多少書く部分がある。この立ちの名は口コんで不鮮明であるため、 1935年に重要美術品に認定された蔡の名称は、正宗留とめありと慎重を期していたが、茂み認定の審査に当たった本間淳二は、その後精査した結果、この名は否定し難いと感じたと述べている。なお、正宗財罪名の担当は、焼き直しのものを含め、他にも数例が知られている。正宗の名は、南北朝時代、室町時代の文献にも、 参見するが、ことに近世には、正宗は、名刀の代名詞となった。教法四年、1719年、江戸幕府八大将軍、徳川義宗が、本阿弥光中に命じて作させた、いわゆる、教法名物帳には、当時の元存名物等168口、消失したもの80口の計248口が、仲裁されているが、この中で、正宗は59口、 原村党四十一口、小室の部十八口を占めている。明治時代には、正宗は存在しなかった。あるいは存在したとしても、凡行に過ぎなかったとする、いわゆる、正宗抹殺論が唱えられたこともあった。明治二十九年、千八九六年、当時刀剣鑑識家として名高く、宮内省の五剣係を務めていた、今村長河は、 読売新聞に連載した談話記事の中で概ね次のように主張した。現存作品のうち、国宝、刀四口、担当五口、魚物などの著名なものを掲げる、純不動。作品名の後の数字は波長。金蔵願名とあるものは正宗本人の入れた名では、なく後世の鑑定名である。以下は、伝い、正宗として、 重要文化財に指定されているものである。21世紀以降に展覧会に出品されたもの、その他所在の明らかなものを中心に挙げる。織田信長や豊臣秀吉に仕えた安土、桃山時代の茶人、津田宗久の宗久高一記の天正八年、1580年3月22日の記録に正宗は登場する。信長の前で脇差し14個し、 おこしもの八こ氏が振る舞われたとある。茶事に、信長を客として招き、当時の名刀を並べたのである。担当では、八げ徹、通る、須賀んすかしよしみつ、むめいとうなどの名のある義光に混じって、上流か竜正宗、大東大島正宗の名があり、腰物文として正宗、内ちいご道が記されている。内井は、うじのことといい、五郎入道は、 正宗の俗名である。この刀は油屋に室に入っているとの記述がある。正宗から二十四代目の子孫にあたる人物が、正宗工芸製作所を営み、刀剣、包丁、ハサミ、小刀等を製作している。三菱財閥の創業者である、岩崎弥太郎は、金子に糸目をつけないから、正宗を手に入れる。よう、々全国の古美術賞に号令をかけたことは、 語り草となっている。現在、正宗の作は、収まるところに収まっており、地また、店や競売等に出てくるようなものではない。近世には、正宗作のいくつかの名物の台付け、値段は、無題、値が付けられないとされていた。武士が、主君に献上、あるいは、恩義の代償として歌詞することはあっても、金子での売り買いは、不可能だったということであろう。2003年に、 刀金蔵元名正宗本は、顔本田中塚所持、名物中塚紗正宗、国宝、徳川将軍家伝来品を、文化庁が買い上げた、際の価格は、官方工事によれば1億6625万円であった。並平幸康市長、正宗、幾と申し2010年11月46版、情勢本、 本文782ページ ISBN978 から4から 873024837C0093。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。